はいえー、それでは定刻となりましたので、えー、ただいまから平成29年度、富士の国市民共同事業レビュー第1日目の開会式を行います、えー、初めに、えー、川勝平太、静岡県知事より、えー、ご挨拶を申し上げますありがとうはちょっと足元が割れていますが台風18号、また秋雨前線で、えー、天気が悪い中を、大勢の方に詰めかけていただきまして、誠にありがとうございます。 平成21年から始まりましたので今平成29年度でございますからちょうどこう9回目ということになりまして、まあ、当,当初は事業仕分けていってたんですけれども毎年反省をしながら改善を重ねてきて今は富士の国市民共同事業レビューというふうになっておりますでこの間に、まあ、こういうあのコーディネーターの方々専門員の皆様方あそしてあの県民評価者の皆様方 そしてまた静岡県では行財政改革推進委員会というのはございますけれどもその推進員の皆様方そしてボランティアの皆様方それから何よりですねあの県民評価者の皆様方まあ年々多くなりましてこ今年は毎年いろんなものの記録を更新しておりますが県民評価者の応募してくださった数がまあ過去最高ということになりました、ま。あ その中でもですね10代20代の方これはまあ今日と明したということですけれども合わせまして100人を超えるということになりまして県民の人たちにとって我々にとってですね例えば熊本の大地震あるいは東日の本の大震災これは一言でないというのは皆共有していると思います。そそういううい危機管理もも実はは県政の一つでありましてでそれはもう どこどこっても一と言でないと同じようにこれ我がこととして捉えようというのが基本的私たちの姿勢であります。まあ、ここで今自分ごとかって書いてあったのでです、ね、あこういうふうに言う言い方もあるかと思っておりますが、まあ、そういうことをやってまいりましたそれからの市民共同レビューっていうのは市民っていうのはシティズンの死ではないのにお気づきですか富士山の死なんですよ。 あの富士っていうのは富の下に「一」書いて「十を書く」「侍」とも書くいわれる「死」って書いてあるでしょあれ1一」書いて上に「十」書くという形でですね「一」が初めて「十」に至ってまた「十」から始めてまた「一」に戻ると常に精進をするとそういう人たちが富を支えているとでその富を何のために使うべきかというと人のために使うべきだというそういうのをですね あの当初富士っていうのはおそらくあいぬこかなんかだったと思いますけどもいろんな漢字が与え,与えられてきました「富士」とか、ね「富二とか「オンリーワン」とかっていうような意味あるいは「富人」とか「尽くしがたい」というで最終的に誰が決めたこともなくですね経済と倫理といいますかこれは一体となくちゃいかないとそういう人たちがやはりあの地域を作っていくということでありまして市民共同レビューになっております。こここうしたことでで実はこの8年間で 実は十年計画を立てておりました。で、これは総合計画とあるいはこれ前期後期に分けまして、今は後期アクションプランと言ってますが、今年度で終わります。平成二十三年の二月から始めて、平成三十年の三月、今年度は平成二十九年度というのは来年の三月で終わりますけれども、七年で終わります。だから三年分前倒ししたんですね。で、三年分の予算を別のことに使えるということです。ですから来年からですね、この新しい 計画を作っていこうということで今この新しいこの総合計画の骨子を総合計画審議会の方にお示しいたしましてでそして、えー、この今年度中にそれを作り上げまして来年度から立ち上げますで当然今日ここであるいはこれまで議論していただいた事柄を入れ込んでいきますそれから県議会の皆様方あー審議会の皆様方いろんなところで揉んでいただきましてでそしてこれをその皆様の生活 福祉に役立つようにしていくということでございましてこれ極めて重要でこの事業仕分け毎回やってまいりまして一期目の時には600億円以上を年出しました今二期目で600数十億円年出いたしましてでこれはもちろん借金の返済にも充てますけれども政策的な経費に充てているということでございますもう文字通り今度自分ことかということに堂々とですねこういうあの、えー 正面にですねこれが出てきたこと大変喜んでおりまして、まあ、同時に高層日本の加藤英樹さん、えー、この9年間一貫してご指導をいただきまして、えー、一時期はうちの職員もそこにあの預けましてしっかり鍛えていただきました杉山君と言いますけれどもいいますすかか今日なでともかく一人の力はですねあの、えー、ゴルバチョフじゃありませんけど一人でソ連邦を壊したじゃないですか。 ですから非常に大きいんですねですから一人一人ワ,ワンノブ全部と思われないでですね一人一人みんな違いますのでその力を信じていただきまして自分の信じるところをしっかりと意見として表明していただいてその意見が形になって他の人たちの幸せに通ずるようにお願いしたいと思います今年度はその意味でですね気合が入っておりますどうぞよろしくお願いを申し上げます ありがとうございました。ただいま知事からもご紹介ございましたが、本件の事業レビューにつきましては、一般社団法人、構想日本の皆様のご協力のもとで実施してございます。本日は質疑、議論を行う専門委員として、6名の方々にご参加いただいてございます。ここで構想日本代表、加藤秀樹様からご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします。え皆さんおはようございます。 あの私がここで川勝知事と並んでこういうご挨拶をするのも本当に9回目になりました。あの県民評価者の方もですねこう傍聴の方も含めてもう年寄ってこう大勢になってきましたしこの静岡県の特徴は。 この特に若い方がすごく多いんですね。これはすごくいいことだと思います。あのー、私は川勝知事とはもう本当に20何年のお付き合いでして、まだ知事になられる前、早稲田の先生しておられる時にですね、ある他の県のやっぱり審議会でご一緒したんです。そのことからさっき言われた我がこと っていうのは、ずっと言っておられて、で、まあ、それがちょっと言葉を変えて、同じ中身の自分ごとっていうことで、あの静岡県でこう実現しつつあるというのは、すごく嬉しく思っています。あの構想、日本でこうやって、こう、ランダム無作為にハガキを配って来ていただいた人に行政の話を議論していただくっていうのは、全国で今まで合計するとですね、配った。 はがきの数が16万通ぐらいです。それでまあだいたい5%平均なんですね。来て議論に加わっていただいた方の合計が7500人。ところが、今回その静岡についてだけ、あの統計を取ったところですね。静岡県内で配ったまあ、他の市でやったのも含まれてますけども、それが4万3000通。 全部の全体の四分の一は静岡県でやってるんです。でえー、来ていただいた方の合計が二千五百人ですから。これも3分の全国の三分の一を静岡県の中で占めてるんですね。でしかも、静岡県は、ややあの全国平均よりも応募率が高くて、五点五から七パーセントぐらいまで行ってます。 ということを考えるとですねまさに静岡は全国の中でもトップを切って9年連続というのはもう最長ですけどもそのこう参加していただいた人の数だけ見てもですね全国のトップで蓄積が出てるということだと思います。私はまずまず、ま、にそういうい意味で静岡県民300何十何十万 の中でもでもすねすごく大きい塊になってこの行政とか政治というのがなんか向こうでやってるよということじゃなくて我がこと自分ごとかに着々とこうその歩,んで歩んでるということだととと思いいいいますももっともっっこれをこう伸ばしていってたただきたいなと思いますしさっき知事がおっしゃったその次の総合計画に向けて。 あの実は我々市町村レベルの総合計画をこういうやり方でお手伝いしたこともあります。あの今までのものを生かしてやると同時にですねそのそこで総合計画の例えばこうたき台ができた。 それをささらににこういういまさに市民ですよねあのランダムに選ばれた一般の県民の方にそれを合わせて一緒に議論していただくということもやっていただくと私はさらにそれが進むと思いますし最近あのまあアメリカとかヨーロッパでもですねトランプが選ばれたとかああいうとこでよくポピュリズムという言葉が使われます。私はこの こう一般の方が政治行政に加わって議論するっていうことが何よりのポピュリズムに対する抵抗力力免疫力をつけることだとだ思うんですやっぱりこうテレビとか新聞週刊誌で見てるだけだとなんか口のうまい人って というと妙な言い方ですけどもねね調子のいいこことを言ってる人にはーっとこう行くんですこれはねですすれから選挙にそういう人の票が集まったりするまあトランプさんなんかはその典型だったんでしょうところが実際にこういうところでこう議論を聞いて自分で考えるとですねまあなんかあの人調子いいこと言ってるけどもそうじゃないよねともっと大事なことはこっちにあるよねというのが皆さんご自身が どん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 こうお考えになって分かるようになると思うんです。ですから、私はこうやって。静岡県は今ポピュリズムが一番はびこりにくい。あの、そういう意味で非常に健全なトップを走ってると思うんです。もっともっとこれをそのこう突き進んでき生きていっていきたいなと思いますし。そういう総合計画にも使える。 それから今日はあのさっきもちょっとご紹介デイビッド・アトキンソンさんあの日本の,あの我々以上にですね日本の文化に造詣が深い方ですし最近は政府の,あの内閣府のに入って観光のことをいっぱい提言されております。でいろいろまあ具体的に挙げるとですね例えば文化財の話をとかそれをどうやって この観光にも生かそうということになってくると文化庁とか教育委員会といっぱいぶつかるわけですよね。で教育委員会なんかも本当にこう文化財のことを考え,考えてんのか今までやってきた自分たちの文化財行政のことをしか考えてないのかってんですごくぶつかる私も同じように思いますけどもそういうとこもですねまあ教育委員会は教育委員会としてそれ、まあ、あるのはいいけどもそれをこういう場所で こういう一般の方に理解してもらって議論してもらおうという試みをやると多分全く違うもっともっとこうその一般市民目線県民目線でなおかつフェアでこの建設的な意見がきっと出てくるんですですからこの総合計画のような広いのにも使えるもっとこう格論のような ああレベルでも使える私は皆さんにもぜひそういうことあそうかと自分たちが議論するとその専門家的に見える人よりももっといい知恵が出るんだとああこれはもう間違いなくそうなんですね。あの多分川勝知事はじめあの静岡県庁の方もそういうことでいろいろお考えいただいてると思いますし使っていただけると思いますし皆さんまさにこの市民 共同のこのレビューに参加した方もですね皆さんの OB はもうさっき言いましたようにもう2,000人以上の OB がいますからその2,000人以上みんなでじゃあ次は文化財のことをやってみようかとか看護のことをやってみようかとかあるいはその高齢者のことをやってみようかとかあるいは少子化対策 子育てのことをやってみようかとかそういうその今ある事業のチェックだけじゃなくて今から何をやろうかということにもですねあのどんどん積極的に行政に提案をしていただいてこの場所をこうと今までこの蓄積された二千数百人のこ,のこれは県にとって財産ですから。 そういうものを使ってますますこの静岡県をいい県にして静岡県ではポピュリズムなんてことはもうないというような県にぜひしていっていただきたいなあのこ僧日本はそういう意味では引き続きあのひょっとしてあしは台風が来るとできないかなという話もあるようですけども 勢いでもう台風を向こうにやってあのぜひ今日明日二日間できるようにしていっていただきたいなと我々も全力で応援したいと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございました、えー、本日は専門委員といたしまして構想日本チームのほか静岡県行財政改革推進委員会の委員の皆様。 また、県民専門委員12名の方々にご参加をいただいてございます。専門委員のご紹介につきましては、事業調書6ページの名簿を持ちましてご紹介に変えさせていただきます。なお、10時40分から、この会場及び第2会場の2箇所におきまして事業レビューを開始いたします。第2班の皆様におかれましては、開会式終了後、7回第2会場へのご移動をお願いいたします。 参加者の皆様には、本日一日長丁場となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、以上をもちまして、開会式を終了いたします。ありがとうございました。